右手をご覧ください。ただいま訓練展示のための 87AW が侵入してきます。訓練展示につきましては目標捜索のためのアンテナの駆動 87AW を実施します。現在 87AW の後頭部後方部で起き上がってきているのが追随機です。ただいま回転しているのが光索アンテナです。光索アンテナにより360度全周にわたり航空機を捜索します。続いて姿勢制御を実施します。姿勢制御は射撃のために 87AW を水平に保つため車体を上下左右に傾けることができる機能です。車体部右側が上昇します。次は飛行姿勢です。車体部が上昇します。飛行姿勢の状態となりました。姿勢制御を終了します。通常の体勢に戻します。続いて後頭部が駆動します。後進が上下に駆動します。続いて後頭部が駆動します。後頭部は360度全周に旋回することが可能です。現在、後進および後頭部を右側に向けて起動させています。
通常の位置に戻します。後方制御を実施します。砲塔を後方に向け交代のための準備をします。以上で 87AW の訓練展示を終了します。87AW が退場します。